狙い目の学部ズバリどこが早稲田だったら逆転合格しやすいかと思いますね。早稲田大学を受験するにあたって一番の天敵って誰ですか？一番の天敵って誰だと思います？Hello there、 始まりましたもちゃチャンネルです。今回はですね、早稲田大学に行きたいって人ですね。でも早稲田なんか無理だよって思ってる人いっぱいいると思うんで、でやっぱね YouTube って逆転合格っていう言葉がですねとても好きな人が多いのでなんで早稲田合格塾というですね、早稲田の専門の、はい、塾、しかも早稲田にね留年しまくって、そうですね、ギリまでいたっていうね、うん、何年入れるんでしたっけ早稲田って。早稲田はね、あの休学期間とかまで入れると12年いられるんですね。最大で早稲田に12年いないです。8年です。8年、はい、はい、早稲田に8年もいた、ね、はい、アイラブ早稲田で、はい、ラブでいたわけじゃないけどね。ラブでいたわけじゃない、はい、違いますけどね。あら、そうだったんですね。そんな早稲田合格塾ですね、平さんにお越しいただきました。はい、はい、森鉄の悪友ランキングナンバー2の早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、お願いします、ね、そして平成最後のアイドル平なりから来ました、のないハイジャックアイドルの春巻巻です。はい、早稲田出身ってことでではないんです。でもこれから行くかもしれないですね。なるほどね、はい、栄養枠で、栄養枠で行くかも、ありですね。栄養枠でね、ありかもしれないですね。栄養、うん、ってアイドルオタクみたいな。そうそうそう、全然違う。彼女ちょっと今後ね、早稲田チャンネルで使っていくからみたいなことを言ったら、うちの世界史のメガネがめちゃめちゃ喜び出すわけですよ。アイドル最高みたいなこと言って、栄養ですね。そう、栄養です。なんかあの新刊出すみたいです。はい、はい、どうも、メガネこと世界史の鈴木です。はい、ね、新刊のですね、一から鍛える世界史が発売になりました。 YouTube やってますんで、鈴木チャンネル、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。はい、企業案件、お前の今でいくらもらえるの？後でご相談で。やっぱ早稲田、うん、まあいろいろね、ローラー大作戦とか、うん、早稲田合格したい人いっぱいいるわけなんですけど、うん、狙い目の学部ズバリどこが早稲田だったら逆転合格しやすいかって言うんですね。また森田先生、あなた悪い人ですね。受験勉強って本来、まあ、1年間とか、ね、2年間とか受験生がコツ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 積み重ねてきて合格する、まあ、普通にやって普通になるものだから、逆転合格ってまず、まあ、あんまり起きるものではないわけなんですけれども、まあここで言うのはいわゆる早稲田専門でやってきたら当然起こることはあるわけですね。はい、はい、そうです、そうです。で、今もうだって12月だから、そうです、だからまあいわゆるのび太的発想ですよね。あのドラえもんなんとかここからならないのみたいな、はい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 、でまあ強いて言うなら教育社学かな。お、うん、学部と社学、はい、この2つですね。なんでなんですか？あ、理由があってですね、あのまず早稲田大学を受験するにあたって一番の天敵って誰ですか？一番の天敵誰だと思いますか？天敵ですか？そう、違うわ、お医者さんやドラゴン細い。はい、天敵、うん、天敵、一番の天敵は己だみたいな。己、そんなね、精神的な自己啓発の話してるんじゃないんですよ。もっとね、あのロジカルな話です、うん、ね、いわゆる東大とか京大とか一橋とかのいわゆるそういう超難関スーパー国公立の滑り止め軍団なわけですよ。その通りです、うん、いつも僕言ってます、ね、そう、そいつらにこう駆逐されていって、でまあなんか上からストン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 ってこう本来の早稲田第一志望者が落ちていくっていうような感じなんですよ。そうそうそう、僕は昔からそうなんですけどね。だから僕いつも言ってますので、ね、あなたが戦うのは東大志望者ですよ、うん、みたいな志望の感じをちゃんと変えて、うんうん、東大を信頼したです、うん、滑り倒してるわけね。いやいやいや、爆笑ですよこれ。本当？そうなの？見てほらこの爆 笑、 そう、でもまあでもさ、彼女もさ、例えばこうオーディションとかあってさ、森さん中、森さん中、森さん中、私みたいな感じだったら多分私じゃねえかって思うでしょ。それは森さん中3人ずつ9人、うん、あのいわゆる森さん9人じゃない、10人ですね、うん、だけど例えば前田あっちゃん、え、西野かな、それからなんだろう、キャリーパミュパミュ、私で、私選ばれたらビビるでしょ。はい、
ちょっと待って、世代違う。違うのかな年齢が違う。アイドルじゃないのか、そうなんだ。あんまよくわかんないですけど。歌手いたし、そうジャンル違うし、年齢違うわ、大丈夫。そうね、もうちょっと年ばれちゃうね、はい。まあ、とにかく天敵がいないっていうのは、それだけやっぱりこういいことなんですよね。要は、この教育者学っていうのは、こうほとんどそういうスーパー国公立の滑り止め軍団が降りてこないので、そうなんですね、うん、あのこれはもうソースもしっかりあります。なんで、なんでなんですか？あの一昔前にあの一橋大学の学生たちが作ってる通称黄色本っていうのがあったんですよ、はい、あの冊子があるんですけど、はいはいはい、一橋大の子たちのデータがすごい事細かにあるんですけど、うんうん、その子たちがこう滑り止めどこ受けたみたいなのの数値がものすごいあるんですよ、はいはい、でそれを見た時にそのやっぱり早稲田成蹊とか法とかあと慶応の上の方とかは結構みんな受けるんですけど、うんうん、早稲田に関してはだいたい成蹊法は結構みんな受けてるんだけど、小学部がまあ大体その政経法のまあ半分ぐらいの人が受けてて、でそれ以外の学部になってくるとまあほとんど受けてこないんですよね。10人とか1桁とかっていうことは、まあ東大とか京大とかでも同じ現象がある程度起こってる可能性が高いなと、うん、まあ早稲田の下の方受けるぐらいだったら慶応のちょっと上の方受けようかなみたいなので、はいはいはい、まあ次第でね6つも7つもさすがに滑り止め受けないでしょうっていうところがあるから、うんうんうん、まあそういうこともあってまあ社学や教育はそういう天敵が、居づらいところになってくるんですよね。なるほど、そこが、うん、大きなですね、これは結構大きいですね、まあ、逆転学部を起こす上で、うん、で2つ目に点数の総枠がでかい学部よりも小さい学部の方が逆転合格が起きやすいです。なるほど。これなんでかっていうと結構差のつく問題とか、例えば早稲田小学部とかだと大問2個で国語だったら60点満点とかあったりするわけですよね、うんうんうん、ってなってくると差がつくもあの抜き出し問題とかになると4点とかあるわけですよ。でできるやつはそれ取ってくるんですよね。でできないやつそれ落とすじゃないですか。するとそこだけで4点差が開いたりとかして、で他の問題で追い上げとするんだけど、つく差が1問でつく差がでかいんでなかなかね後巻き返しみたいなのができないんですよね。例えば政経学部だと230点満点なんですよ。で小学部だと200点満点、文学部文化構想学部だと200点満点とか、これは早稲田の中でも点数の総枠がでかいんですよ。一方で早稲田の社学とか教育っていうのは130点満点とか150点満点しかないんですよね。ってなってくると結構この小さい枠組みの中で戦うと生徒たちがこう1問ミスっても差があんまりつかないわけですよね。1問の配点が低くなる、低くなるんです。そうです、うん、1問1点とか、はいはいはい、が多いので、そうなってくるとまあいわゆるそこで間違えてもまだ他で逆転ができるよねみたいなことが試合の中で起こりやすいので。なるほど。か政経の英、まあ、作文があったりとか、そう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 、そういうでっかいのがあると逆転がしづらいと、そういうことです。下のレベルの人たちが取れないと、そういうことですね、取れない問題がある。でただ点数がちょこちょこちょこっと細かく分かれていれば、うん、下の人が取れないのも、そうそうそう、差がつきづらいってことですね、うん、1個 だってどんなできる人でもやっぱりミスしますからね、18、19の小僧や小娘なんで、やっぱりミスは起きます、うん、そこでの巻き返しがやっぱり起こりますんで。なるほど、でじゃあ、まあ具体的に社学と教育のこう、まあ、話をしていきたいと思うんですけれども、うん、まず社学に関しては先ほども申し上げましたように130点満点なんですよね。130点満点に1万5000人がひしめくんですよ。ほうほう、一点に何人いるんだみたいな。で、うん、社学の問題って超簡単な問題と超むずい問題の差がすごい激しいんですよ、はいはいはい、となってくるとどんなバカなやつでも30点40点ぐらい取るんですよね、うん、一方でどんだけ点数が取れるやつでも、まあ僕生徒の答案採点してますけど過去も、まあね110点超えてくるやつまあいないです。なるほど。実質ね70点ぐらいの中で1万5000人が勝負を削、しのぎを削ってるんですよね。なるほど。だからねこれはね逆転が起きやすくて、で昔ねあの僕の師匠でもあるあの板野先生とかと問題解いてて話になるのが、多分社学の試験が2回あったら合格者の3割4割はひっくり返るんじゃないかなぐらいな。ああなるほどね、うん、同じ同じ人たちが2回受けた時に違うことっていうのは、うん、そうそう、合格者がやっぱり結構ずれるだろうねみたいな。うん、でそれぐらい結構もう変わるんですよね。なるほど。まあ実際うちの早稲郷の、 あの10年間の生徒の合格 の、 あの履歴を見てみても、えお前受かったのみたいなのがやっぱり社学が起こりやすいですね、うんうん、そうなんですね。社学の大学生の子たちもあのうちの塾あの早稲田魂っていう早稲田の学生たちが作ってる受験情報誌のメインスポンサーやってるんですけど、ああちょこちょこそういう話するんですけど、やっぱり社学に受かった子たちも、いや社学は結構運ゲーありますよねって言いますよね。なるほど。早稲田合格塾をよろしくお願いいたします。案件動画、案件動画になっちゃってますね、はい、はい、まあ社学に関しては、まあ、そんなところですね。はい、なるほど。
わかりました。じゃあそういった形ですね、ぜひぜひ逆転合格を見ていただければ、逆転合格ね、いただければと思います。はい、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録スーパーお願いします。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.